はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム1プレイしていきます。はい、今回から新モンスター、そして今回は最強育成やっていきたいなと思います。オール999と技のコンプも目指していきましょう。で、まずは図鑑からかな。さあ図鑑、はい、こいつですね。アポカリプス、別名タイガードラゴン、リューンよりも西のアルタビスタで絶大な人気があるという、まあこれはモンスターファーム1の地方のことかな。別名タイガードラゴンか。あ、確かにしましまになってるし。でですね、こいつはドラゴンのレア系です。動画ではね、初のドラゴン育成に挑戦していきたいなと思います。そしてさっきもちょっと見えたんですけど、能力はこんな感じ。まあここら辺は普通ですね。そして技はちょっと3つで、まあこれも普通かな。頭突きと引っかき、そしてブレスですね。はい、ブレス強いな。消費ガッツ18で命中率とダメージが B、 ガッツダウンも E あるし、おお、これが使っていけるかな。はい、じゃあ育てていきましょう。まずはね、カララギマンゴーの方で中精度を100までやっておいたんで、まあ50個ぐらい上げたかな、それぐらいの中精度です。はい、じゃあまず修行から速攻技覚えましょうか。さて、お、ちょうど割引になってる。とりあえず命中技かな。はい、行きましょう。どういう感じ？あジャンプジャンプして、でなんかこれで命中上がるんだよな。ワンの修行は本当に謎。ジャンプジャンプあれ失敗してる失敗してんのか。はてなて、まあ中精度ね100なんですけど、本当はもうちょっとあるんですよね。多分実質60ぐらいなのかな。甘えちと恐れとか、あれが200ないとダメなんで、現状だと120ずつぐらいかな。120じゃないか、60ずつぐらいか。え、技覚えたの技覚えたんですか。ちょっと見てなかったんだけど、まあ多分覚えてると思う。さて、あ、覚えてますね。尻尾アッパー、消費ガッツ16でダメージが C、 命中率が A でガッツダウンが E と、まあ命中技らしいかな。はい、じゃあ今回もこうやって、持ち上げてやっていきましょう。とにかくね、ドラゴンは寿命が少ないんで、黄金もまあ多分2つ3つは全然いると思いますね。こいつ自身でも取っていきたいし、だから最大4つ使えるのかな、黄金桃が。まあそんな感じで、さてじゃあトレーニングもしていきましょうか。トレーニングはね、最初の方はやっぱりここら辺やっていきたい。おえ、こんな真面目にやるなんか別のことある気するけどな。なぜお手玉をジャグリングか。でこれで持ち上げて、はい、まあいつも通りですね。餅を食べるドラゴン確かに虎に似てるな。郵便配達もやるか。どうだろう、ぴょんぴょんと入れてますねもうこんな真面目にやる。お、賢さやっぱり上がりやすいな。よしよし、じゃあ持ち上げていきましょう。はい、持ち上げてサーカスかな基本は。うん、こんな感じでサーカスやっていって、あれこいつ結構失敗するな。まあ力んでもいいか。あ、てかあれ草をあげるの忘れてた。どうしたディノ、焦るか。どうしようかな、あんまり最初にトロカチに使う予定はないんだけど、とにかくね、回避と、力と命中以外か、あれ以外の能力を上げていけば、うん、999にしやすいと思うんで、命中と力はいつでもトロカチンで上げれるんでね。よしよし、じゃあ他のなんか建設とかも見とくかな結構真面目にやるな。翼は使わないのか。おお、あ、力も上がりやすいかも。で12月、もうちょっとで大会ありますね。じゃあ次は鉱山かな。何やんだろう、
普通に労働してるな。まあ仕事だからそうなるのかもしれないけど、ドラゴンに普通に労働させんなよ。で命中下がって、あとはなんだろう、畑仕事とか真面目に人参を本当にやるかこいつ。タイガードラゴンって言われてんのにじゃあ最後は用心棒でもやるか。これは恐ろしいなすげえな。で大会ですね。はい、じゃあ大会やっていきましょう。 E ランク、まずはデビュー戦。さあここは楽勝でしょう。ほぼ初期能力の能力なんですけど、まあ大丈夫だと思いますね。バールだから。お、まあモンスターとしても格が違うもんなこれ。てか結構でかいなドラゴン。最初は小さいんですけど、うん、なかなかでかい。製造の倍ぐらいあるかな。まずどうしようか。お頭突きで、頭突きあんまりドラゴンらしくないな。引っかきよし。でシッパッパー、あいいですねなんかコンビネーションっぽい。まず初戦は楽勝と。まあ E で負けることは本当にないと思うんで、中精度さえあれば大丈夫だと思う。さあ続いてはビューン。こいつも大丈夫でしょう。緑の犬ですね。うん、能力も全然大丈夫、勝ってますね。1の E ランクは本当に弱いんで、ブレス 50% か。やっぱシッパーアタックの方が、アッパーか、シッパーアッパーの方が断然命中率は高いですね。 10% ぐらい違うか。よし、じゃあブレスいっていこう。よしあ、しょぼ、意外にしょぼい。たたり、まあまあまあ、もう一丁ブレス打ちたいよ。まあいいか、頭突きでいいか頭突きで。うわ、移動速度遅いのかな、全然離れられない。ただ勝ちましたけどね。よしよしよし。さあ次で最後、ラガラル。一応こいつも恐竜ではあるか。まあこっちはドラゴンだけど。さあ、あ、黄色いもの同士仲良くするまあできねえよな今から戦うのに。ラガラル、そんなに強くないな。一応 E ランクでは、うん、ライバル的な存在だと思うんですけど、ちょっとガッツ貯めてから打ちたいかな。パンチパンチ。最初の頃のディノって可愛いですよねこれ本当に赤ちゃんっぽい。うん、こいつもね、もう少し小さければ、お、ちょっと打ってしまったちょっと反応してしまいましたね。さすがに意味不明には反応してしまう。結構なるな。そうなんですよね、ワンは意味不明になりやすいんで敵が。ただもうちょっと貯める。ガッツ99で打ちたい。多分60、70は出るでしょう。99で打てばドラゴンのガッツ補正も効くと思うんで。うん、やっぱりガッツ回復自体は本当に遅いな。おお、体当たりあれ当たると思うけどな。よし、あ、98やったか。あれ、あんまり伸びない。ワンってガッツ補正ないのかな。全然伸びなかったまあ当然の楽勝ですね。おお、早くもなんか胸板の筋肉があるなさすがドラゴン。いや、お疲れお疲れ。おお気合入ってんなこいつ。でここも当然肉をあげて、よしと。はい、ということで始まりました最強ドラゴン育成。
2では火の鳥とムーンを999にしたんですけど、1ではね初の試みなんで、まあちょっと不安もあるんですけど、でもこの黄金門がねいっぱいあるんで多分大丈夫かな。まあトロカチンもありますしね。はい、まあ今後の方針としてはやっぱり回避、最初に言った通り力と命中以外のライフ、丈夫さ、回避、賢さ、ここら辺を中心に上げていって、はい、育てていきたいなと思います。でね、次回以降もちゃんと技の方も取っていって、技の方もコンプしたいと思ってますんで、はい、まあ今回はこんなところですね。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てやる気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。